がいないと何にもできないわけじゃないと。夜間を火にかけたけど紅茶のありかがわからない。ほら朝食も作れたもんね、だけどあまりおいしくない。君が作ったのなら文句も思い切り言えたのに。一緒にいる時は「男らしく潔くと」